どうもこんにちは、こんばんは。 2.5 畳のカゴに生息する菅仁です。本日もウイスキー初心者のあなたのために情報を発信していきます。本日のお題はウイスキーが5倍美味しくなる氷を作ろうです。これをお届けしたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では早速始めましょう。さあ皆さんはウイスキーをどんな飲み方で飲んでいます？上級者はやっぱりストレートが多いんですかね。でも私のような初心者は、ハイボールか、頑張ってロックという飲み方が多いんじゃないかなというふうに思います。そこで重要になってくるのが氷です。私は氷一つでウイスキーが5倍美味しくなるというふうに思ってます。なのでウイスキー沼にはまってからずっとですね、冷蔵庫でできる氷は使ってません。一度もそれでのウイスキーを飲んだことがありません。その前は飲んだんですけれども、冷蔵庫でできる氷は水道水を凍らせたものなので、カルキやトリハロメタンなど、ちょっと私知らないんですけど、トリハロメタンなどの不純物が入っていて、やっぱり味がクリアじゃないんですよね。そんな時皆さんも最初に考えるのが、コンビニでロックアイス購入、これが一番だというふうに思うと思います。だいたいですね、1キロぐらい入ってですね、300円弱と、大したことないかなと思われている方も多いとは思いますけれども、ほぼ毎日ですね、晩酌をするような私みたいなのんびはですね、少しずつですね、ボディに効いてくるんですよ。その300円がグッグッと。何よりですね、ロックの時はちょっと大きな塊の氷で飲みたいななんていう欲求もあるんですけれども、それを満たせないと。そこで皆さんもこれからご説明する方法で自作の氷を作ってみませんか。この方法自体はよく多くのですね、有名 YouTuber の方がすでに公開しているものなんですけれども、それらの情報をより詳しく説明したいなというふうに思います。では早速、最初に最も重要なことをお伝えします。既婚者の方に向けてです。まずは冷蔵庫と製氷室のスペースを嫁としのぎを削って獲得することです。ここが最大で唯一の難関と言えるでしょう。あとは全く簡単なので、やりだすと楽しいぐらいですから、ぜひ既婚者の方は自らの力で勝ち取ってください。まずそれからです。その上で準備するものをご説明していきます。まずはこちらです。はい、こちらですね、全部100均で買い揃えたものです。見ていただいた通り9点1つだけですね、300円のものがありましたので、合計で1100円ですね。はい、ご覧の通りですね、内容としては目新しいものはあまりないかなというふうに思います。使い方についてはですね、この後ご説明の方をさせてもらいます。そうそう、1点だけですね、ちょっと準備する必要がありまして、家にもよるかと思うんですけど、うちの冷凍庫にはこのクーラーボックスそのまま入りませんでした。なのでちょっとですね、カッターで削ったりしてですね、入るようにちょっとだけ加工しています。それ以外は何も準備するものはありません。大きさもですね、それぞれクーラーボックスにこのケース、それぞれこんな寸法になってますので、それが入る冷凍庫が必要だということだけ、事前に確認していただければなというふうに思います。では早速作り方を見ていきましょう。はい、まずですね、こういった形でただ水を入れるだけ、クーラーボックスですね、そしてそのまま
冷凍庫にインと。はい、ここからですね約 1.5 日、36時間ですね。ちょうどうちの冷凍庫でいうと36時間、するとですねこんな感じで、氷が出来上がります。見てください。こうひっくり返してですね、そこでこのインナーのケースの底をグッと押すだけ、ドンと。そうするとですね、こんな感じで氷が出来ます。この、今見ていただくと分かるようにですね、中下の方が凍ってないんですよ。ここが俗に言う不純物になります。それをまず捨てて、その後アイスピックで、成形をしていくと、まあ、いらない部分を削っていくっていうことですね。そして、こういった形でですね、お湯で底のところを平面にして、こんな形のクリアな氷ができます。氷ができたらですね、こういった形でノコギリでカットしていき、そして包丁を使って、いい大きさにですねちょっと割っていくという作業になっていきます。ここら辺が結構快感なんですよね。ちゃんと綺麗に割れる時と割れない時があってですね、綺麗に割れると非常に気持ちがいいというところになります。そしてそれをですねちょっと、溶けやすい弱い状態になっているので、もう一回氷を締めるつもりでですね冷凍庫に入れます。そこから約、まあ、4時間ぐらいですかね、4時間あればしっかり締まってくると思うんですけど、締まった後に取り出して、まずはアイスピックでザクザクと、まずは自身のグラスに合わせて適度な大きさに割っていくと。まあただそれだけのものです。あとはたまにロックを飲みたいという方はですね、こういった形で氷をロック用にですね削っていく。あんまりうまく削れ、危なっかしいです。なんかあんまり削れてないですよこれ。まあでも私のグラスはこんな感じで、これ大きいものなので、だいたいこれぐらい削れば、まあ、しっかりちょうどいい大きさになるかなというふうに思います。まあ私の場合は1回作ったら1個か2個、まあ、こんなロック氷を作っているという感じになります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあさらっと簡単にご説明させていただきましたけれども、あとは、適度にですね、製氷室が空き次第少しずつ補充していくと。で、あの白いケースの方、あれがほぼほぼ全部製氷室の方に、全部入れれたらですね、また水を入れて冷凍庫に入れると。これをだいたいルーチンで回すというのを今やっています。ぜひサムネイル見ていただけましたかね。全然氷の色が違いますんで、まずは試してみていただいて、美味しいウイスキーを味わっていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では最後に皆さんと乾杯したいと思います。私も早速一杯ハイボールをいただこうかなというふうに思ってます。今日はイチローズモルトいただきます。見てください、この透明な氷、わかりますかね。はい、お待たせしました。イチローズモルトをハイボールでいただきます。皆さん乾杯。うまっ。いやー裏切らないですね、イチローズモルト本当に。私ちなみに白以外飲んだことないんですけども、白で十分美味しいです。まだ飲んだことない方はおすすめです。はい、本日もですね
ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。いや飲んじゃいます。美味しい。